カテンソウは、イラクサカカテンソウ属に分類される多年草の一種。別名が、キシバカキ同士。葉の形がカキ同士に似ていることに由来する。俗名の、ナノホニドは、ギリシャ語のナノスとクニド。茎は高さ10から30センチメートル。柔軟で束なした小毛がある。保福形を出して繁殖する。葉は五星子、両形状乱形で、長さ1から3センチメートル。 1> 幅1から3センチメートル、先は丸く、円に、数体の、深い二部葉牙があり、基部は切れ形。傭兵は、傭人よりも少し長いか同調。拓葉は小さな卵型で、長さ1から2ミリメートル。上部の葉の脇から花柄を出して、尾花を固めてつける。尾花の花皮片は5個、雄水は5個、内側に曲がっていた、花糸は次々に伸びて薬が破れて、花粉を散らす。 上部の葉の付け根に雌花を固めてつける。雌花の可皮編は4個、肥心型で、薄紅、色外側のものは背面に流骨がある。開花時期は4から5月。果実は放火で可皮に包まれ、宿ありと同長長さ約1ミリメートル、広玉五条レンズ型で採点がある。中国、台湾、朝鮮半島、日本の団体に分布する。日本では、本州、四国、 九州に分布する。三夜のリングに生育し、群生する。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。